それこそ真理子さんならぜひ政治家女子法廷とか立候補してほしいんですけど、ね、ああいいですね、いやもう本当にいいですね、あの人間としてはダメですよ、確かにあれはダメですけど、でも世の中ああいう人が多いんじゃないんですかね、僕はそう思いますけどね、あの白田真理子さんがやったことが道徳的にはダメだけど、人としてはなんか寂しいっていう彼女の気持ちすごい僕は分かるんで、人間の一番の敵は寂しさなんですよ。それはね、出会ってもうその日のうちに結婚決める事態でおかしいでしょ、なんかあったんですよ、その前の男女関係で。どう考えても出会った人と結婚するなんて前の男に対する当てつけ以外にないんですよ。めっちゃいい人を選んだんですよ。でもいい人だと自分は寂しいっていう、それがまた違うんですよ。恋愛とそのいい人と好きになる惚れる男って違うのを篠田真理子さんは世の中の人に出してるんで、それはそれで僕は人間らしくていいな、人間臭くていいなと思いながらね、もうなんか飛び降りるとか言いながら飛び降る気ゼロだと思うんですよ、ね、僕だったらあのままもう、ああ飛んだらって言いますよ僕だったらね。でも、うん、だからああいう人間模様が出て人間臭さが僕逆に好きで、あの二人の会話っていうのはよく旦那さんもあれを公開されたと思うし、あれを見て篠田さんを責めるのは簡単ですけど、逆に彼女の将来考えた時に逆に政治家に向いてるんじゃないかなとは思ってますけどね。政治家女子ってどっちかってそういう人に来てほしいんですよ。あのなんかもう人間臭い人、あのもうなんか、まあ、もちろん政治家女子法廷と党から立候補する人、公認の人の中で半分以上は至ってまともな人なんですけどね、多分僕も皆さん知らないから。でもそういう人もいていいと思ってます。だからそういう人ってネットで弾けるでしょ。だってパパ活 OK だもん、ちゃんと納税さえすればね、別に構わないですよ。だってもうパパ活なんていうのも今は別に違法じゃないじゃないですか、税金だけ払えばいいわけでね。でパパ活がダメとか我々そういうつもり全くないんですよ。もっともっと若者の声っていうのを本当の生の女性の声とか特に聞いていけば、まあ、全然それをそれでいい。最後決めるのは有権者なんで、まあ、そんな感じでこれからいろんなスキャンダルが出てくると思います。でもそのスキャンダルを逆手に取るのがあの悪名は無名に勝る。要は人気がある女優とかスターはスキャンダルはマイナスにしかならないですけど、人気のない人はスキャンダルによって上がりますから、そこをこれからうまく利用していこうと思ってます。